スニッカーズスニッカーズはアメリカのマース社が製造するチョコレートバーのブランドでヌガーにキャラメルとピーナッツをトッピングしミルクチョコレートで包み込んだものであるスニッカーズの世界年間売上高は2004年時点で20億ドルであるコンパクトな形状で携帯性に優れ糖質や脂質などのエネルギーが1本で248キロカロリーを迅速に摂取できることから サバイバル食や軍用レーションにも用いられる。オリジナルレシピのスニッカーズは1930年にフランク・マーズとエセル・マーズの二人がミルキーウェイに次ぐマーズ社の二番目の商品として発売した。商品名はマーズ家が最も好んだ所有場に由来する。当時の値段は1本5セントであった。1968年に小型のファンサイズバーが売り出され、 今日でもハロウィーンの夕方に、いたずらかお菓子かトンネルやく、子供たちに与えるための菓子として人気が高い。1970年代から1980年代にかけて映画館で大々的に売り出されて、ライバルのスナックバーをしのいで売り上げた。味覚の多様化やダイエットの流行により売り上げが落ちたものの、現在でも人気の高い菓子の一つである。 世界各地のスーパーマーケットやドラッグストアで販売され、世界中の年間総売り上げは20億ドルとされる。スニッカーズはイギリスで当初マラソンという商品名で売り出されていたが、1990年以後はスニッカーズに統一された。新しい商品名の認知を定着させるため、1年半の間2つの商品名がパッケージに記されたが、 結果的に消費者を困惑させた。イギリスで女性用の下着を意味するニッカーズと互換が近いために一部で嘲笑の声も参見された。2004年に新商品として発売されたスニッカーズマラソンエナジーバーはスニッカーズの旧商品名と同じで消費者を一層困惑させた。2000年代初頭にスニッカーズなどのスナックバーに衣をつけてあげたデザートが アメリカ合衆国のステートフェアやイギリスやオーストラリアのパブで人気を博したが北部イングランドやスコットランドの一部では1990年代半ばにアゲマーズバーがフィッシュチップス店の名物となっていた2006年にイギリス食料委員会は著名な料理人アントニー・ウォーラル・トンプソンのスニッカーズパイを最も不健康なデザートの一つであると指摘した スニッカーズパイは5本のスニッカーズを用いており、数と分の熱量は、砂糖と脂肪だけで1250キロカロリーで、平均的な成人が1日に必要とする熱量の半分以上である。スニッカーズパイが2004年に英国放送協会の土曜日のテレビ番組で紹介された際、トンプソンは頻繁に食べるべきデザートではないと語っている。 日本では1980年代後半にお腹が空いたらスニッカーズ、ナッツぎっしり確かな満足のキャッチコピーでテレビコマーシャルが放送された。日本の広告媒体では小さなサイズで高カロリーという特徴を蛍光用のカロリー補助食品としてアピールしている。2000年代初期まではオーストラリア生産品だったが放送の外観が変更されて 中国生産品になった。2008年頃にオーストラリア生産品へ変更され、賞味期限の表記が変更されて包装材がアルミ凝着からプラ材になりアルミ特有のツヤが消えた。包装材は同社の日本向けミルキーウェイと同一である。2010年にロシア生産品へ変更され、包装の地色が焦げ茶色に質量、栄養成分、 賞味期限表記、製品寸法などが変更された。スニッカーズミニは中国生産品である。2013年8月後半からシングルも中国産となり、放送の質感も2008年以前のものと同一になった。放送の表記が日本語で印刷されているもの。ありがとうございます。